はい、ちるちるです。今回は面白い商品というか、今までずっと言ってきたシリコンのプロテクション機能。このシリコンのプロテクション機能を簡単に説明すると、一度ボディにシリコン皮膜が形成できてくると、その後ボディが汚れにくくなるというもので、だから素人洗車においてシリコン洗車が優れていると、このチャンネルでシリコン洗車を紹介していますが、そのことを代弁しているかのような商品を今回コメリで見つけましたので、今回はそちらの商品を実際に使っていきます。勝手に今回の商品をシリコン専用のクリーナーと言っていますが、今回の動画を見ればなぜ専用と言っているのかも分かってくるかなと思っています。ちなみにこのチャンネルでは洗車及びシリコン洗車歴7年の経験をもとにシリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。現在愛車ミニの現状の汚れ具合を見ていますが、特に下回りのこの辺り特に汚れており、完全にくすんでいますよね。基本的にシリコンボディであればこのように蓄積した汚れに対してもクリーナーなどなくとも水洗いのみできれいにはなってきますが、とはいえ今年の暑い日が続いている状況ですと洗車期間が長くなってきて、中には1ヶ月以上洗車ができていないという方もおられ、そんな時にこそ今回のシリコン専用のクリーナーがあれば強い味方になると思っています。こちらが今回コメリで発見した勝手にシリコン専用と言っているクリーナーになってきます。こちらは1本1280円でコメリで売っていましたね。コメリセレクトのピチタールクリーナーになっています。この商品の特徴は何よりここに書かれている通りシリコンコートで再付着を防止できる点にあります。要するにシリコンのプロテクション機能ってことですね。つまりこれ1本でピチタール系の汚れも落とせて、同時にシリコンの追加もでき、シリコンの減衰も起こさないクリーナーということです。まさにシリコン専用と言っても良いクリーナーになっています。では実際に商品を見ていきますが、ここにしっかりシリコンコートで再付着を防ぐと書かれています。今回はとにかくこの点に注目して使っていきますね。では裏面の成分を見ていきます。成分は石油系炭素水素とジメチルポリシロキ酸となっています。こちらはエアゾール式のクリーナーになっていますね。一応聞き慣れない成分ジメチルも入っていたのでググってみるとシリコンの一種ということでした。今回はこちらの勝手に言っているシリコン専用のクリーナーを実際に使ってみて、その洗浄能力と本当にこのクリーナーを使ってもシリコンの減衰を起こさないのかを検証していきます。一点、このクリーナーには具体的な使用方法が記載されていなかったので、今回は直接汚れに対してスプレーしていきますね。そちらの方法で使っていきます。では特にピチタール系の汚れがつきやすいボディ下回りから始めていきますが、まずは現状の汚れ具合を見ています。こんな感じです。このようにズームしていくとよく分かってきますが、汚れやすい下回り、白くなりコテコテに汚れているってことはよく分かる映像になっていると思います。結構汚れています。今回は特に暑すぎる夏に1ヶ月以上洗車ができていない時にこそ使える商品として紹介していますが、普段から使っても良い商品だと思っています。ではこの箇所にこちらのコメリで売っているピチタールクリーナー、シリコン専用のクリーナーを使っていきますね。まずはこの状態からこの部分に直接今回のクリーナーをスプレーしていきますね。先ほども言いましたが、使用方法の記載が一切なかったので適当にスプレーしている状況です。できればどれぐらいの量をスプレーしたら良いのか書かれていると本当に助かりますが、書かれていないので適当にスプレーしました。で実際に拭いてみるとこんな感じです。ショップタオルで軽く拭きました。ごっそり取れていますよね。今現在拭いたショップタオルを見ても分かる通り、ごっそり簡単に汚れが取れていて、このクリーナーの洗浄能力の高さも分かってきます。で現在一応もう一度スプレーして軽く拭きました。結構綺麗になってきましたよね。やっぱりシリコンが入っていますので綺麗になってきます。ある程度スプレーして拭けたら綺麗なショップタオルに切り替えて空拭きしていきます。まあこの方法が正しいのかちょっと分かりませんが、一応やってみました。で最後に軽く水洗車を行っていきますね。この映像をよく見ておいてください。しっかり撥水できているってことです。まあ要するにシリコンの減衰が起きていないクリーナーってことです。で最後に水洗車も軽く終わりましたので、ショップタオルで水分を拭き上げている状態です。結構綺麗になってきましたよね。もうピッカピカの状態です。実際に今回のクリーナーを使ってみて分かったことは、シリコンのムラが出るってことは一切ありませんでした。ムラになることはなかったですね。で、この箇所もある程度クリーナーで洗浄できましたので現状確認していますが、綺麗になっていますよね。この辺り結構シミっぽいのがありましたが、ほとんど取れています。結構いい感じのクリーナーですね。で、改めてショップタオルの方を見ていくと、この通りごっそり汚れが取れているってことです。この部分の汚れですね。そしてズームしていくとこの鏡面仕上がりです。洗浄後の撥水の状況も確認してきましたが、やっぱりシリコン配合ですのでシリコンの減衰は起きていないってことですね。で、続いてこの境界線のところを見ていきますが、この通り全く違いますよね。こちら左側は白く濁っています。完全にくすんでいますよね。こちらはまだ未施工箇所です。で、下の方を見ていくと、ここが未塗装樹脂になっていますので、次はこの箇所をクリーナーで攻めていきます。現状の汚れ具合を見ていますが、しっかり汚れていますよね。この部分をクリーナーで攻めていきますね。こちらですね。一応このクリーナーはボディ専用となっていましたが、この未塗装樹脂にも使えるのかというところを検証しています。現在この箇所を未塗装樹脂の部分にスプレーしていますね。で、こちらのショップタオルで軽く拭いていきます。まあどれぐらい汚れているのかよくわかると思います。ごっそり取れると思いますね。では実際にショップタオルの方を確認していきますね。ちょっとお待ちください。で、こんな感じです。ごっそり取れました。すごいですよね、このクリーナー。スプレーして軽くショップタオルで拭くだけでこの通り綺麗になったってことです。もう完璧ですよね。やっぱりシリコンが入っていますので綺麗になってきます。で、もともとはこんな感じでした。で、スプレーして拭くだけでこのようになったってことです。とりあえず今回のシリコン専用のクリーナーの洗浄能力が分かり、未塗装樹脂であってもとりあえず使えました。で、現状の撥水の感じを見ていますが、この通りしっかり撥水できているってことで、シリコンの減衰が起きていないってことがよく分かると思います。で、ついでに軽く水洗車を行っていきますね。やっぱり最後に水洗車を行った方がいいかなと思っています。一部早送りでお届けしていきます。で、この部分この通り撥水できているってことです。まあ最後は軽くショップタオルで水分拭き上げていきますね。もう一瞬で綺麗になってきました。こんな感じです。で、続いてこの箇所を攻めていきますね。こちらの上の方は白くなっています。まだ未施工箇所です。で、下の方は攻めていきましたね。こちら綺麗になっています。こちらの部分にのみ今回のシリコン専用のクリーナーを使ってきました。で、未施工箇所が残っていますので、ここを普通に水洗車を行っていきます。現状の箇所をズーム映像で見ていきます。こんな感じで汚れていますね。では次はシリコンボディであれば水洗いのみで綺麗になる、これがシリコンボディであるってところを見ていきますね。今回のこのシリコン専用のクリーナーとしてコメリのクリーナーを紹介している理由は、シリコンボディであっても実際は何ヶ月もの間洗車ができていないと、当然プロテクション機能も徐々に落ちてきて、水のみでは綺麗にできない時も正直あります。また、まだシリコンボディになっていない場合に限っては、水洗いのみでは落ちない汚れも正直ありますね。だからこちらのクリーナーが良いってことです。そんな時に限って今回のシリコン専用のクリーナーがあれば手軽に綺麗にできて、シリコンの減衰も起こさないということで使える商品と思っている状況です。まあ要するにこのクリーナーも使い方次第でシリコン洗車の幅も広がってくるってことですね。で、とりあえずこの部分も軽く水洗車ができました。やっぱり水洗車のみでもシリコンボディですと綺麗になってきますよね。この違いとなっています。で、現在アングルを変えて施工箇所と未施工箇所を見ていますが、この通り全く違うってことがよくわかりますよね。綺麗になっていますが、右の方は白っぽくくすんでいます。この違いとなっています。全く違いますよね。今回の商品は言えることはとにかく手軽に使えて使い方次第であるってことです。今回のコメリのシリコン専用のこちらのクリーナー、効果はてきめんです。洗浄能力は抜群ですね。しかもクリーナーの洗浄能力はあってシリコンの減衰もしない。本当にシリコン専用のクリーナーと言っても過言ではありません。では引き続きこの箇所、残りの箇所にもクリーナーをスプレーして実際にショップタオルで軽く拭いていきます。まあどれぐらい簡単にきれいになるのかっていうところを見ておいてください。で、この部分軽く拭けました。こんな感じですね。もうごっそり取れているってことがよくわかる映像になっていると思います。完璧に取れていますよね。まあ一応私の使い方は2回スプレーして拭く感じですかね。そっちの方が完璧に汚れが取れている感じがあります。で、現在2回目のスプレーを行ってショップタオルで軽く拭いている状況です。で、2回目拭きましたがこんな感じですね。やっぱり取れています。ごっそり取れていますよね。やっぱり2回施工がベストかもしれません。ではこの箇所も軽くクリーナーで洗浄できましたので、軽く最後に水洗車で仕上げていきます。現状の撥水も見ていますが、しっかり撥水できているということがこの映像でよくわかると思います。水洗車の様子は一部早送りでお届けしていきます。で、この部分も軽く水洗車ができました。現状はこんな感じです。もう完璧な状態ですよね。もともとこれだけ汚れていましたが、軽くスプレーして拭くだけで、このようになったってことです。今回のコメリのシリコン専用のクリーナー、想像以上に洗浄効果が高いです。簡単に拭くだけで綺麗になってきました。結構使えますね。一応今回のクリーナーはピチタール系の汚れ落としとされていますが、今回は取り粉箇所がなかったので取り粉には使っていませんが、機会があれば取り粉にも使ってみたいクリーナーになっていますね。とにかくシリコンの減衰を起こさないというのがいいところですよね。では実際に本当にシリコンの減衰が起きていないのかを撥水状況で確認していますが、全く落ちていませんよね。施工箇所ですがバチバチ状態に撥水できています。素晴らしいですよね。シリコンボディであってもシリコン専用のクリーナーであれば減衰は一切起きていないということです。素晴らしい撥水状況です。で、次はこの箇所のブツブツに対して今回のクリーナーを使っていきます。ここですね、結構ブツブツになっていますよね。今回のように1ヶ月以上洗車ができていない状態ですと結構こんな感じになってくるものです。ちょっとズーム映像で見ていきますね。もう完全にブツブツになっています。現在ブツブツ箇所を入念に見ていますが、このようになる原因はこの箇所のシリコンの減衰が進んでいる証拠になってきます。この状態を放置していると徐々にシミになってきますよね。現在ブツブツ箇所にシリコン専用のクリーナーをスプレーしています。で、軽くショップタオルで拭き上げていきます。一部早送りでお届けしていきますね。で、今回も2回スプレーしてショップタオルで仕上げました。現状はこんな感じです。で、軽く水洗車を行っていきますね。で、先ほどのブツブツがどのようになっているのか注目ポイントになってきます。で、ある程度この部分水洗車ができてきました。こんな感じですね。しっかり撥水できています。これから軽く水分を吹き上げていきます。一部早送りでお届けしていきます。で、この部分仕上がりました。こんな感じですね。ちょっとズームしていきます。全くブツブツがありません。で、もともとこのようにブツブツ箇所になっていましたが、今回のクリーナーを使うことでこのようになったってことです。全くブツブツありませんよね。こんな感じになっています。素晴らしい洗浄能力です。続いてこの箇所の撥水状況を確認していきますが、現在噴霧器散水で見ていますが、しっかり撥水できていますね。シリコンの減衰が全く起きていないってことです。まあ同時にシリコンの追加も可能ってことですね。ここまで3箇所の汚れに対して今回のシリコン専用のクリーナーを使ってきましたが、しっかり減衰も起きずに、それでいてしっかりクリーナーとしての洗浄能力もありました。まさにシリコン専用クリーナーと言っても過言ではないということです。今回のこのクリーナー、本当にこれから重宝できそうです。本当に結構いい感じでした。こんな感じでこのチャンネルではシリコン洗車関係の動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日の動画は以上となっております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。